宮津さんは小学生が各分野の専門家から講義を受ける場を設けようと去年秋から自ら理事長となって活動していて、今日大西市長に設立の報告をしました。子ども大学は東京などで開設されていますが、コウノトリのゆりかごがある熊本では命をテーマにした講義も独自に行う方針です。熊本の人たちは命について考える機会が一人も多いのかなと、小学生の段階からですね、そういう命だったりいろんなことについて学ぶ機会が必要だろうと。私たち行政としてもしっかり連携ができるかなというふうに思いますので。宮津さんたちは熊本市内で今年3月から年2回の講義を予定しています。